私、シキがいつも食べているところがいい。慣れてるんだな。てっきりこういう店は初めてだと思ってた。ええ、こういうところは初めてよ。前からどういった施設かは知っていたけど、それは知識だけのものだしね。知識だけって、そっか、ニュースを見るんだから雑誌だって目を通しているのか。服も普通だし、割とこっちの事情に適応してるんだよ。そういうプロセスで適応してるわけじゃないけど、ともあれ人間の文明圏に入るのなら、それに即した常識は必要でしょ。だから起きた時はその時代の情報を覚えてから行動するの。まあ大抵は1日や2日で決着がつくから無駄になるんだけどね。無駄になるってどうして？だってことが終わればすぐに眠りに戻るから。次の目覚めが何年先になるかわからないんだし、覚えた知識は全て捨てて次の目覚めに備えていたの。でもそれって損をしてたみたい。私はね、今まで知識でしか世界を知らなかった。こういう人間たちの集まりがあるって知っていても、それを経験することはしなかったのよ。なるほど。けど知ってるんならそれでいいんじゃないのか。現にさっきだってメニューに迷いはしたけど、注文自体はスッとしてたんだし。当然よ、そういう風に対応できるよう知識を得ているんだから。でもそれは数値だけの話なのよね。情報だけの世界はそれはそれで真だけど、受肉からの感覚は正しい理論より真がある。経験は理論を凌駕するって、こういうことだったのね。何千億の単語を覚えていても、実際にやってみないと何も手に入らないんだなって。どうだろう、理論は経験を補うっていう逆説もあるとは思うけど。それは理論だけしか知らない人の言葉でしょ。まあちょっと前までの私がそうなんだけど。早計じゃないか。単にさ、理論だけで経験を補えるやつと、経験で理論を覆せるやつがいるだけだと思うけど。ほら周りを見ろよ。この店だけでもこれだけ違う人たちがいるんだ。いろんなやつがいるんだから、誰もが自分と同じじゃないだろ。わあ、四季が真面目なこと喋ってる。そっちが真面目な話をしたから、こっちもそれに付き合ってるんですよ。話の腰を折らないでくれ。うん、知ってる。シキって私の話したいことを話したい時にちゃんと付き合ってくれるって。いつもは怒鳴り散らすけど、深刻になれば話を聞いてくれるでしょ。私って視野が狭かったのね。自分がこうと決めたらそれ以外のものは見えなくなるんだもの。私には自分しかいらない、自分だけが正しくあればいいって、そんな風にしか考えられない。でもそうよね、こんなにいろんな心があるんだから、私にできないことを当たり前のようにやってしまえる人だって世の中にはたくさんいるんだわ。もっとも反省したところで私の性格は変わりはしないんだけど、私
今の自分が一番好きだし、やっぱり正しいんだって信じてるから。何？人のことジロジロ見て。あ、これってこういう風に食べるものじゃないの？いや、それで合ってる。合ってるけど、なんか変だ。お前の場合、似合わないから食べるな。何よそれ。似合わないってどういう意味？イメージの問題だよ。お前みたいに口が小さいやつにファーストフードは向かないんだな。おとなしくポテトをかじっている分には問題ないから、俺の分もやる。いらない。せっかく食事をとることにしたのに、そんな柔らかいものばっかりじゃ物を食べてるって気がしないもの。